こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画ではユニクロで買っていい服、ダメな服、秋服編ということでお届けをしてみたいと思っています。9月に入ってからですね、少しずつ涼しい日が増えてきたわけですが、街行く男性を見ていても夏服から秋服へ移行している方が増えてきたかなと思っています。ただですね、多くの30代40代の男性を見てると、これは着ない方がいいんだよなというアイテムを身につけている方もですね、少なくないんですね。ファッションとかコーディネートというのはアイテムの集積で出来上がるものなので、今回の動画ではこれを着ると失敗しがちだよなというアイテムをですね、5つピックアップをしながら皆さんにお届けをしてみたいなと思っています。特に今回はですね、僕たちにとって一番身近なユニクロの中でこれはなかなか難しいなという服と、それじゃなくてこちらに転用すれば間違いのない着こなしができるよというところまで解説をしたいなと思いますので、ぜひこれから秋服を買う際に参考にしていただきたいなと思っています。こちらのチャンネルでは30代40代の大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、分かりやすく解説してますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ということでここからは NG アイテムを具体的に解説をしてみたいなと思ってるんですが、まず一つ目なんですが、こちらはチェック柄のシャツですね。特に秋冬になるとですね、ネルシャツと呼ばれるようなフランネル素材のチェック柄のシャツというものがいろんな店舗でも並んでいるわけですね。そしてもちろんこれは僕たちにとって一番身近なユニクロのですね、主力商品でもあるわけですね。この季節になるとチェック柄のシャツの男性はかなり増えるのかなと思っています。確かにですね、シャツというちょっと小切れなアイテムの中で無地のものなんかを選んでしまうと、どうしてもカジュアル感が出ないので、なんとなくちょっと柄が入った方がおしゃれに見えるのかなと思ってチェック柄のシャツを選ぶ男性は多いかなと思うんですが、このチェック柄というのはですね、なかなか大人の男性には似合いづらいアイテムなんですね。どうしてもチェック柄というのはカジュアルに見えてしまうので、大人の男性の雰囲気とはなかなかマッチしないんですね。子供っぽく見えてしまうというか、カジュアルに振りすぎてしまうので、チェック柄のシャツというのはまずですね、手を出さない方がいいのかなと思っています。確かにですね、このチェック柄のシャツというのがちょっと旬になっていて、うまく着こなせれば素敵に見えるんですが、30代40代の男性でそこまでファッションに強い関心がなかったら、安易には手を出さない方がいいのかなというふうに思っています。確かにですね、白無地のシャツだとちょっとですね、退屈な感じがするという方もいらっしゃるのかなと思うので、そういう場合はこういったチェック柄ではなくてストライプ柄を選んだ方がいいかなと思っています。同じ柄でもですね、ストライプ柄の方がシャープでシュッとした雰囲気が出やすいですし、柄の中でもですね、まだ合わせやすいのは圧倒的にこちらのストライプ柄かなと思っています。ユニクロの中にもチェック柄もあればストライプ柄もあるので、必ずですね、後者のストライプ柄の方を皆さんには選んでいただきたいなと思っています。オーソドックスなのはブルーとホワイトで構成されたようなオーソドックスなストライプ柄ですね。ストライプの幅が細かくなればなるほどドレッシーな雰囲気になるんですが、少し太めであってもカジュアルシーンではいいのかなと思っています。こういったストライプ柄のオーソドックスなシャツを今っぽく着るのであれば、第一ボタンまであえて締めて着てもらうと小綺麗で今っぽい着こなしが完成するかなと思いますので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて2点目のですね、 NG アイテムなんですが、こちらのイラストのようなスポーティーなですね、パーカーというのはなかなか着こなすのが難しいかなと思っています。結構休日の男性でこういったものを着ている方は多いと思うんですよね。こういったスポーツシーンに役立つようなパーカーをですね、カジュアル着に落とし込むのは難しいかなと思うので、ぜひ覚えておいていただきたいなと思っています。パーカーというだけで結構カジュアルな雰囲気が漂うので、それをですね、大人の男性が着こなすっていうのはちょっと難しめではあるんですね。ただ最近はこのパーカーがちょっとトレンド的な立ち位置になっていまして、必ずしも NG のアイテムというわけではないんですね。先ほどご紹介したこちらのパーカーというのはジップ式のものなんですが、今旬になっているパーカーというのはプルオーバータイプといって、前にジップがあるものではなくてかぶりで着るようなタイプのものなんですね。この2つの形であれば断然プルオーバータイプの方が今っぽくてトレンドに合ったものなのかなと思っています。で、大切なのはなるべくですね、スポーティーな要素がなくて、色は単色でブラックですとかネイビーで、装飾がないものの方が大人の男性には似合いやすいかなと思っています。ユニクロの中でしたら定番のユニクロのプルオーバータイプのものもいいかなと思いますし、ユニクロ U で展開してあるブラックのパーカーですとか、あとは今季はブラウン色なんかも結構素敵なのかなと思うので、こういったシンプルなパーカーをぜひ大人の男性には取り入れていただきたいなと思っています。意外とですね、女性に意見を聞いてみると、大人のパーカー姿っていうものに対して好感を持つ方も少なくないんですね。ただカジュアルと切れ目のバランスをしっかりと意識しながら、全身がですね、カジュアル一辺倒にならないことだけをですね、意識をしていただければなと思っています。
はい、続いて3点目の NG アイテムなんですけども、これはですね、こちらのイラストのようなフリースになりますね。まあ、皆さんもですね、フリースって一度は着たことがあるのかなと思っています。まあ、こちらの動画を見ている方というのは主に30代40代の男性が多いかなと思うんですが、僕たちの世代というのはかつてですね、ユニクロでめちゃくちゃフリースが流行ったことをですね、知ってる世代なのかなと思っています。まあ、その頃のユニクロというのは今のユニクロのようにセンスが良くて洗練されたイメージというのはあんまりなくて、どちらかというとファッションがあまり得意じゃない方がこぞって買う印象が強かったと思うんですね。まあ、そんな時にですね、爆発的にヒットしたのがフリースというアイテムなんですね。まあ、当時はですね、フリース着てる方もたくさんいたんですが、どちらかというとあんまりですね、かっこいいイメージはなかったアイテムかなと思っています。ですので僕たち30代40代にとってフリースというアイテムはイメージの中でそこまで洗練されたアイテムではないのかなと思っています。まあ、服選びにおいてこのイメージっていうのは結構重要なんですね。まあ、自分の中でちょっと素敵だなと思ったとしても、周囲から見た時にそれがいまいち素敵に見えなかったら、やっぱりですね、僕ら世代としてはあまり適したアイテムではないのかなと思っています。まあ、このフリースというアイテムは僕ら世代にとっては少し古臭いイメージがあるんですが、実はですね、最近はちょっと旬なアイテムでもあったりするんですね。特に去年はですね、ユニクロとエンジニアドガーメンツというブランドがあるんですが、このブランドはですね、結構おしゃれ上級者の方がこぞって着るようなブランドなんですね。この2つのコラボレーションラインでフリースを作ったんですね。これがですね、めちゃくちゃ人気だったわけですね。まあ、確かに従来のフリースとは違ったディティールに凝った素晴らしいフリースではあったんですが、僕はですね、去年こちらのフリースをこの動画の中ではですね、あえて解説をしなかったんですね。というのも、このフリースっていうのは確かにおしゃれなんですけれども、これを着こなすためにはですね、ある程度のセンスの良さがないとですね、やっぱりどこかやぼったく見えてしまうところがあるんですね。僕のこのチャンネルというのは主に30代40代の一般的な男性が見ているので、そういった方々がこういったエンジニアードガーメンツとのコラボレーションのフリースが着こなせるかというと、正直なかなか難しいかなと思ったんですね。実際僕はユニクロの店舗でいろんな方を観察していたんですが、その中にはですね、フリースを試着している方も少なくなかったんですね。でもですね、なかなかそれが似合ってる男性って本当に少なかったんですね。ですので僕たち世代がこういったフリースというカジュアルなものを着こなすというのはなかなか難しいということをですね、ぜひ皆さんには頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。もしですね、こういったフリース的なトップスが着たいのであれば、僕たち30代40代の男性に似合いやすいのは圧倒的に丸首のシンプルなニットかなと思っています。こういったニットであれば結構ですね、どんな男性にでも比較的似合いやすいかなと思っています。特に今季のですね、ユニクロ U の新作の丸首のニットは結構素敵なもののバリエーションが多いので、こちらを選んだ方が明らかに素敵に見えやすいかなと思いますので、フリースはちょっと諦めて王道の丸首のニットというところをぜひ優先していただきたいなと思っています。はい、続いて4点目の NG アイテムなんですけど、これはですね、着丈の短めのアウターなんですね。例えばこちらのようなですね、スイングトップ型のものだとか、あとは最近ユニクロでもよく並んでるハンティングジャケットっぽいものですね。こういったものというのはなかなかですね、僕たち30代40代世代には似合いづらいアイテムなのかなと思っています。まあ、このようなアイテムというのは結構ですね、メンズファッションにおいてはですね、定番中の定番のアイテムなんですね。今季はですね、ユニクロでも展開してるんですが、ちゃんとですね、元ネタになるようなアイテムもあって、こういったものはですね、結構おしゃれ上級者の間では好きな方がめちゃくちゃ多いんですね。特に僕は後者のですね、ハンティングジャケットみたいなものが大好きで、かつてはバブアーのビデールという形を愛用していたりするんですね。ですがこういったアイテムというのはおしゃれクロートの人たちには受けるんですけども、一般的な方が見た時にどうしてもですね、おじさんが着てそうなアイテムに見えてしまうんですね。ちょっとダサかっこいいようなレトロな雰囲気あるもので、着こなせればめちゃくちゃ素敵なんですけども、まあ、失敗するとただのおじさん着に見えかねないので、ちょっとですね、距離を置いておいた方がいいのかなと思っています。確かにこのようなアイテムを10代20代の男性がさらりと着こなしているとかっこよく見えるんですが、なかなかですね、僕ら世代の男性が着こなすには難しいんですよね。僕もですね、先ほどお伝えしたようにバブアーのビデールというですね、ハンティングジャケットを結構長く使っていたんですが、これを着てるとですね、ショップの店員さんなんかにはですね、結構評判が良かったりするんですが、奥さんだとか女性目線で見るとなんか北の国から的なイメージがあって、なんかですね、作業着のように見えてしまうんですね。ですので女性目線から見るとなか
かなかですね理解されにくいアイテムなのかなと思っています。もし皆さんがですねこのような着丈の短い系のアウターが欲しいのであればおすすめなのはですねナイロンジャケットかなと思っています。まあ、ノースフェイスだとかアークテリクスのようなちょっとスポーティーなアイテムを着た方が僕たち30代40代の男性には似合いやすいのかなと思っています。まあ、このようなナイロンジャケットをユニクロで選ぶとするとブロックテックパーカーというアイテムがあるのでこういったアイテムを使ってもらえばスポーツミックスというところを気軽にですね取り入れやすいかなと思いますのでぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。はい、そしてラスト5点目の NG アイテムなんですがこれは動画の中でもですねたびたび出てくるんですけどもベージュのチノパン、これがですねなかなか難しいアイテムなのかなと思っています。まあ、このベージュのチノパンというとメンズファッションにおける定番中の定番だと思うんですよね。ですので結構ボトムスに悩んだ時にチノパンって選びがちかなと思うんですが細くもなく太くもないレギュラーフィットのチノパンっていうのはどうしてもですね休日のおじさんっぽく見えてしまうのでなかなか着こなすのが難しいかなと思っています。まあ、確かにベージュのチノパンをおしゃれに着こなすことって全然できるかなと思うんですが僕たち30代40代の男性がとりあえずチノパンっていうのはですねなかなかハードルが高いんですね。まあ、先ほどもちょっと触れたようにファッションアイテムというのはイメージというのもすごく大事なんですね。まあ、チノパンイコールおじさんが履いてそうなボトムスっていうイメージが僕たちの中にはどこかにあるのでそういったものを選ぶよりももっとですね似合いやすいのはブラックの細身のジーンズであったりあとはユニクロのスマートアンクルパンツのブラックだとかこのあたりの方が簡単に合わせがしやすいのかなと思っています。明るめのパンツってのはなかなか難しいのでここはもうちょっとシンプルに考えてブラックですとかネイビー系でまとめた方が僕たち世代にはですねまずコーディネートしやすいのかなと思っています。まあ、分かりやすいところで言うとブラックのスマートアンクルパンツを履いて白だとかアイボリー系の丸首のニットを着てみるだとかこういう着こなしもですねぜひ皆さんには取り入れていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロで選ぶと失敗しがちなアイテム5個とこういったものを着るとまず失敗しないですよというアイテム5個ですね両方お伝えさせていただきました。まだまだですねこういった NG のアイテムを着ている男性は多いのでぜひ皆さんもクローゼットの中を開けてですねこういったものがないかどうかをですね確認をしていただきたいなと思っています。まあ、メンズファッションというのはそこまで難しいものではなくてアイテムの集積でコーディネートというものが完成するので NG アイテムというものを手放してこういったものを買えば失敗しないですよというようなオーソドックスでなおかつちょっとトレンドの雰囲気が漂うようなものをですねコツコツと買い揃えていけばそこまで失敗しないかなと思っています。ぜひ今回の動画を参考にしながら秋冬のファッションを楽しんでいただきたいなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。